本店本店大変です、はい、大変です。3号機爆発が今起こりました。電話いつも完全繋がらないんで何とかできない？もう僕は完全に裸んぼになっちゃってて、ひでえ状態になってんじゃないかって言ってんだけどさ、約2時間で完全に燃料が溶融すると。バッテリーの見込みってあります？ないと思います。ない、使える業務者が全くない状態ですとね、ものすごい線量高いのよ。とここの現場来ない人は分かんないかもしれない。18時22分燃料が全部露出したっていうのはその共通の認識でいいですね。水位がダウンセールしてる。うん、これね、もう危機的状況ですよ。これベントできないと箱根駅は壊れる。